ちは、イモレダチャンネルのユゴサンドです。今回はタカラトミーのロトムス缶を紹介します。イモレダチャンネル、まずは箱から見ていきましょう。正面です、ロトムス缶。ロトムがもう見えています。1、ポケモンを探しに行くロト。2、ポケモン100匹探すロト。あ、ここにはムクロが出ています。ポケモンの解説は任せロト。おしゃべりは700種以上あるみたい。すごい、ロトムのおしゃべりでゼットリングが反応するみたい。でもユゴサンドはゼットリング持ってない。残念。ロトムの口のあたりを見ると角度でピカチュウが現れたりします。次は裏面です。ここにはサーチモードの説明があります。それからこっちは図鑑モード、ロトムモード、ゼットリング連動の説明があります。長い方の側面です。サーチモードの説明ですね。フィールドを選んで見回して、反応があったらミニゲーム、ポケモン発見、ポケモン図鑑アップデート完了。その反対側の側面です。ロトムからのクイズチャレンジ、全部で250問あるみたい。結構ありますね。短い方の側面です。ポケモンサーチモード起動ロト。サーチゲームは全部で18種類。その反対側の側面です。図鑑モード起動ロト。ロトムが図鑑情報を呼び上げる、本物のロトム図鑑みたい。それでは開封します。ロトムが出てきました。入ってたのはトリセツとロトム図鑑本体だけです。トリセツと一緒に福袋プレゼントの紙も入ってました。ロトム図鑑の大きさはパパの携帯と比べると幅は同じぐらいかな。高さはパパの携帯の方が大きい。ロトムの下に3つボタンがあります。丸ボタン、虫眼鏡ボタン、バスボタン。手と足は固定されてて動きません。ロトム図鑑の裏側です。ここにスピーカーがあります。ここに電池を入れます。それでは電池を入れてみましょう。電池は単4、3本です。電池を入れたらロトム図鑑が生きがい起動しました。アローラ、君が新しいユーザーロト。僕はロトムポケデックスフォルム、よろとしく。僕はユーザーとコミュニケーションが図れるようプログラムされた素晴らしいポケモン図鑑なんだろと。君はアローラ地方は初めてろと。このアローラ地方にはたくさんのポケモンがいるろと。ポケモンのことを知りたかったら僕に任せろと。さあアローラ地方を案内するろと。アローラの草むらに着いたのと、近くにポケモンがいるかもしれないのと、この辺りを探してみるのと。ポケモン反応あり、この近くにポケモンがいるのと。見つけたのと。撮影完了。僕の草バレポケモン、草、飛行、タイプ、警戒心が強い。昼は光合成で力を貯めて、夜になったら活動を開始。ロトム図鑑はポケモンに出会うごとにデータがアップデートされていく自己学習型ポケモン図鑑ロト。まだ近くに他のポケモンがいるロト。辺りを探してみるロト。この辺りを探してみる。
塵を燃やして火を吹く。毛の吐き方で炎の変化。まだ近くに他のポケモンがいるのと、あたりを晒してみるのと、このあたりを晒してみるのと、ポケモン反応あり。この近くにポケモンがいるのと、見つけたのと、撮影完了。始まり、アシカポケモン。水、タイプ。頑張り屋な性質で有名。体液を鼻で膨らませたバルーンを敵にぶつける。こんな風にポケモンを探すのと、さあ、アローラでポケモン100匹探す冒険に出発のと。最初に、モグロとニャビーとアシマリを登録しました。他のポケモンは自分で探していくみたいです。ロトム図鑑をスリープモードにするには、×のボタンを長押しします。また後でロト。また起動するときは、丸のボタンを長押しします。予定通りロトム可愛い。そして丸のボタンを押すとメニュー画面に行きます。メニュー画面にはポケモンサーチ、ポケモン図鑑、ロトムノート、ユーザー設定の4つがあります。この虫眼鏡ボタンでモードを選べます。今回はポケモン図鑑を選びます。ポケモン図鑑モード起動ロト。図鑑完成率 0% ロト。どのポケモンの図鑑を見るロト。モンスターボールが赤くなってるのが持ってるポケモンです。登録されているのは3匹です。検索ボタンを押すと順番にポケモンを検索できます。アシマリを選びます。アシマリ、アシカポケモン。水タイプ。頑張り屋な性質で有名。体液を鼻で膨らませたバルーンを敵にぶつける。丸ボタンを押すと図鑑検索モード。どっちで検索するのと、名前、タイプ。名前とタイプで検索できるようになります。名前検索します。データロード完了。どのポケモンの図鑑を見るのと。ニャビーを見ます。ニャビー、キネコポケモン。炎、タイプ。毛づくろいでお腹に溜まった抜け毛を燃やして火を吹く。毛の吐き方で炎も変化。タイプ検索します。どのタイプだと。データロード完了。どのポケモンの図鑑を見るのと。モクロ、草バネポケモン。草、飛行、タイプ。警戒心が強い。昼は光合成で力を貯めて、夜になったら活動開始。次はポケモンサーチモードをやります。サーチモード起動ロト。どこに行く。この中から選ぶロト。草むらでポケモンサーチロト。この辺りでポケモンに出会う確率 50% ロト。周りを見回してポケモンを探すロト。
してポケモンを探すろと。あれ、ポケモンの気配が消えたろと。ここにはポケモンはいないろと。他のフィールドを探してみようろと。ポケモン見つからないこともあるんですね。どこに行く？この中から出る森でポケモンサーチロード。この辺りでポケモンに出会う確率 60% ロード。周りを見回してポケモンを探すロード。ここにはポケモンはいないろと。他のフィールドを探してみようろと。どこに行く？この中から選ぶろと。草むらでポケモンサーチろと。この辺りでポケモンに出会う確率 70% ろと。周りを見回してポケモンを探すろと。これ意外と難しい。どこに行く？この中から選ぶろ。ビーチでポケモンサーチロト。この辺りでポケモンに出会う確率 90% ロト。周りを見回してポケモンを探すロト。この近くにポケモンがいるロト。ポケモンが逃げた方向へ追いかけろと。ポケモン反応あり。ポケモン反応あり。ポケモン発見。撮影完了。宿マヌケポケモン。タイプ長い尻尾はよくちぎれ。特に痛みも感じないし、すぐに生えるので気にしない。痛みを感じない。理解不能のと。ポケモン図鑑アップデート完了。ヤドンゲッツ。ヤドンってよく尻尾ちぎれるんですね。次はロトムノートモードにします。ポケモンのこととアローラのことをロトム図鑑が教えてくれます。まずはポケモンのことから聞いてみたいと思います。アゴジムシは鳥ポケモンに襲われないように電気ポケモンの近くに集まるロト。どの情報をチェックするロト。
したポケモンが増えると教えてくれる情報も増えるみたいです。次はアローラのことを聞いてみたいと思います。ここがアローラ地方の都。アローラは主に4つの島と1つの人口の島でできているの都。アローラ地方にしかいないポケモンもたくさん見つかっているの都。どの情報をチェックするの都。サトシはマサラタウンから相棒のピカチュウと一緒にアローラ地方にやってきたの都。ポケモンマスターを目指しているらしいの都。僕はサトシとピカチュウとアローラ地方を冒険しているのと。どの情報をチェックするのと。これがサトシの相棒のピカチュウのと。サトシとはとっても仲が良くて信頼し合っているのと。実はモンスターボールに入るのが嫌いで外に出ているのと。ケチャップが大好物のと。知らない情報がいっぱいありました。最後に設定モードを見てみたいと思います。設定モードのと。何の設定をするのと。ここでは音の大きさと画面の明るさを変えられます。こちらのロトム図鑑は登録したポケモンが増えれば情報もたくさん増えていきます。そしていろんな情報を教えてくれます。また Z リングと連動し Z リングにエネルギーを貯めることができるみたいです。そしてこのロトム図鑑は本物みたいで可愛い。みんなもロトム図鑑で遊んでみてね。 See you next